ば大阪、サフレッチェのホームでありますエディオンスタジアムにようこそ。リベンジステージ MC 渡辺博之です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。増えてきましたね。本日のキックオフはこの後14時からということで、紫のユニフォームの中には、チラチラとブルーのユニフォームも見えてきております。ガンバサポーターの皆さんもようこそ広島へ。今日もフェアにそして熱くプレー、そして応援していきましょうね。よろしくお願いします。さてさてさて、非常にお天気もいい感じ、暑すぎず寒すぎずということですね。はい、さて、まあ、天気はいい感じですけれども、会場になりますもいい感じでマナーも持っていただきながらこの似顔絵ステージをお楽しみいただいてありがとうございます。さあ、ここからのステージ、もう分かります。普段であればね、もうマスクまとってわーっと掛け声ね、応援とかもやりたい。でもここをぶっとこらえていただける皆さんが大好きです。ありがとうございます。いろいろと配慮もカメラの高さもありがとうございますね。皆さんは手拍子、そして拍手でしっかりと楽しんでいただければ素敵素敵な空間になるんじゃないかなと思います。それでは参りましょうか。似顔絵ステージ続いてのゲスト、サンフレッチェレディース2021スプラッシュの登場。流れ道きっと明日
してビビってないで君のギラつく本性を黙ってもっと心に素直になっちゃいなみんなも熱く盛り上がりゃいいじゃんはしゃんご騒ごうだけは短い
写真撮らなくていいから置いておいて。やりますよ、いきますよ、いっせーの。僕は3時になって次熊になりますよ。口を次顎に出すよ。山を作って、次は魚釣られるよ。魚に釣られた。次は顎に手を置いてお腹叩いて元気。手を当てて右から手あげるよ。右左、マオにガオガオするよ。ガオガオ襲っちゃうぞって。元気ハンクやって元気よくいくよ。まず1、2、3フレンチ。こっからは昨シーズンやったね、あ、ごめんね、サンチ君やってくれてね、完璧。こっからはですね、昨シーズンやっていたレクチャーからやっていきますね。皆さん覚えててくださいね。ではミュージックスタート。現場で最前線になって私たちを支えてくださっている
動従事者の皆様への感謝を込めた歌です。私たちも世界中がウイルスの危機に侵されている中でも共同やって乗り越えていこうと、そんな気持ちを込めて歌います。それでは、あ、そうだ、サンチカオとフレッチカに一緒に歌ってもらうので違う、歌ってもらうじゃない、踊ってもらうので踊ってもらうので、なんで拍手をしてもらったら嬉しいなって思います。それでは聴いてください、世界中の隣人よ。憧れの人なんですよ。皆さんによかったら見てみてくださいね。はい、まだまだ